アンジークそれでは今回なんですけども、12月後半はメルペイスマート払いで決定か、通常時のスマホ決済の還元率比較もということで、今回はメルペイが新しいキャンペーンを発表したということと、それに加えて今年いっぱいスマホ決済の通常時の還元率も含めて、サクッとお伝えしていこうと思います。 それではまずはメルペイのキャンペーンからですね。今回新たにスタートしたキャンペーンがこちら。メルペイスマート払い5%ポイント還元キャンペーンということですね。このキャンペーンは簡単に言うと、メルペイのスマート払い、以前で言うと後払いの機能を使って決済することで、いつでも5%分のメルペイポイントが還元されるというものになっております。ちなみにキャッシュレッシ費者還元のお店であれば、2%もしくは5%もこの中に加わるようになっています。いやーまあ、ここに来てこのキャンペーンというのは普通に嬉しいですよね。でこちら このキャンペーンの期間なんですけども、本日の12月の18日からスタートしていまして、来年の2020年の1月31日となっています。で、このキャンペーンの対象条件としましては、先ほどもお伝えしたスマート払い、いわゆる後払いでの決済が条件となります。このスマート払いの設定方法については後ほど解説します。 あと、対象となるお店での支払い方法としましては、この ID の決済のマークがあるところと、あとはメルペのマークがあるところであれば大丈夫です。まあ、それに加えてメルペでのネット決済も対応しているので、これはかなり幅広く利用できそうですよね。そして、このキャンペーンの還元上限は合計で1000ポイントまでとなっています。なので、このメルペのスマート払いを使って、2万円分購入したら上限の1000ポイントまでもらうことができます。次に、まあ、先ほどお伝えしかけたメ メルペイのスマート払いの設定方法なんですけども、僕はすでにメルカリのアプリ、そしてメルペイ自体をもう使える状態にしているので、そしてプラス本人確認も完了しているので、その画面からお伝えするので、そこはご了承ください。 それでは今出てるようにメルペのいつもの画面を開きましたらもちろんこのまま後払いにワンタップで設定変更してもいいんですが今回の上限が2万円までとなってますので早速上限の設定を変更しますこの画面から今度は下にスクロールして下がりますでうまく下がることができましたらメルペイ設定というところをタップしますそうするとご覧のようにここのメルペイスマート払いの利用上限金額が1000円となってますのでここでタップしてこんな風に利用上限を選択できるようになりますで2万円という風に に設定を変更したらこののように2万円の表示がされますちなみに、この上限額に関しては人によってバラバラなので、場合によっては2万円まで設定できない場合もあるかもしれないのでお気をつけください。ちなみに僕はこのサービス開始当初は上限が1000円でした。 で、設定が完了したら、メルペの最初の画面に戻りまして、右上をタップします。そうすると、このようにメルペスマート払い残枠ということで、ちょっと使ったので2万円から少し減ってまして、ご覧のように19,130円が残りの残枠となります。まあ、あとはこのままもう決済すれば5%が還元されるということになります。まあ、設定自体はシンプルで簡単ですね。一応、このキャンペーンの注意点なんですけども、スマート払いは後払いになるので、必ず生産を忘れないようにお願いします。 方法は、コンビニやメルカリの売上金、または銀行口座からの引き落としも可能なので、下にその方法っていうのをリンクを貼っておきます。あとはメルカリでの購入や追加チャージでのチャージっていうのは、還元の対象外となってますので、これはお気をつけください。 以上がメルペのスマート払い5%還元についての解説でした。最後に冒頭でも少しお伝えしかけました還元率の比較ですね。この比較に関してですが、キャッシュレッシ者還元事業の時のキャンペーンは省いて、通常時使ったらどれぐらいの還元率になるのか、今回はこのメルペのスマート払いも含めて、ランキングっぽく並べてみました。ちなみに12月18日現在のものですね。それではこちら、じゃんということで、ざっとこんな感じですね。 サクッと読むと、メルペスマート払いが5%、1番目ですね。で、2番目がオリガインペー3%、3番目がラインペペ0.5%から2%、で、ペイーペイーが1.5%、で、D 払い0.5、そして、えー、楽天ペイが0.5、AU ペイが0.5%と、一応ざっとこんな感じですね。これはオンライン決済を省きまして、実店舗で決済した時だけにピックアップをしています。まあ、ラインペイに関しては、マイカラーで還元率っていうのが変わるので、どこに置こうかっていうのは迷ったんですけども、一応3番目に置いています。まあ 普段メルペイでは通常の状態で決済に還元っていうのはないんですけども、今回のこのメルペイのスマート払いのキャンペーンって、我かしまあ今年いっぱいはなんかお得に感じますよね。まあもちろん他のスマホ決済もそれぞれのキャンペーンと組み合わせたり、キャッシュレッショ者還元なども含めたらお得になるので、一応今回の比較っていうのはまあこんな風になってんだなみたいな感じで、なんとなく覚えてもらったら大丈夫です。 一応補足なんですけども、メルペイは現在こちらのスマート払いやススメルペイのキャンペーンっていうのも開催中です。なので、初めてメルカリメルペイを利用するだけで、今だけでも実質3500円分っていうのをゲットできます。なので、まだ利用されてない方がいらっしゃいましたら、下の概要欄に僕の招待コードも貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。いや、まあ今年いっぱいは、まあキャンペーン出尽くしたと思ったんですが、まさかここでメルペイも5%還元が出てきたので、まあこれはこれで普通に嬉しいですね。 まあ僕自身今年いっぱい何でこう決済しようかなというふうに迷ってったところではあるんですがまあこのメルペイのキャンペーンもうまく使っていこうかなと思っていますまあそんなこんなで今回の動画は以上ということでご視聴どうもありがとうございました